タレントの浜村敦史さん、87、が2022年11月17日、パーソナリティを務めるラジオ番組で、急死した俳優、松原千明さんの死因を、麻薬とか覚醒剤の影響があるんじゃないか、と違法薬物と結びつけて発言した、情報源は新聞と説明したが、JCAST ニュースで調べると該当する報道は見つからなかった。放送した MBS ラジオに根拠を正すと、その後、ラジオ配信サービス、RADIKO、ラジコ、から該当箇所が再生できなくなった。密かに噂としましては、問題と見られる発言があったのは、17日放送のラジオ番組、ありがとう浜村敦史です。1974年から続く朝の長寿番組だ。浜村さんは、10月8日に64歳で死去した。松原千明さんの訃報に際し、それまでのびのびと棒気で養生していたんじゃなく64歳で急死ですよ。密かに噂としましては、危険な薬物、よう言われます麻薬とか覚醒剤の影響があるんじゃないかと、と切り出した。松原さんの死因は分かっていない。元夫の石田純一さん16日、薬を過剰摂取していたとの報道について聞かれ、精神安定剤がだんだん強くなっていったのかもしれないです。薬自体が、ただ医学的にはわかりませんが、彼女はお酒との組み合わせがあまり良くなかったように聞いています。中学、お酒の席が好きで、精神安定剤と酒の、両方行っちゃうと自分ではコントロールできない、のかもしれない、と取材陣に答えている、浜村さん。は続けて、石田さんの不倫騒動で松原さんがショックを受け、危険な薬物を使ったのもそのあたりにきっかけがあるんじゃないかとも言われている、との見方を示した、アシスタントから、お薬とかではなかったんですか、暴飲とかで処方された、と問われるも、そんなもんじゃない、いわゆる麻薬、覚醒剤の類ですね。だからそういう危険な薬物と、そういうのを使った影響があるんじゃないかと新聞が書いておりますけどね、と否定。アシスタントは、一部の報道では精神安定剤を服用されていたと、伝えられている、と再確認するも、それはね、石田さんが言われてるんですよ。精神安定剤を飲んでいるうちに、だんだんもっと効く薬、強い薬と言って、スカレートって言いますね。英語で、こうなっていってやがてそれが危険な薬物にまで、と何主張した、ネットの声、これを機に、この番組は終わるように思う、ラジオって、パーソナリティの独断、偏見で喋っても許されるのが魅力でもあるんだけど、アシスタントがフォローしたり訂正したりした場合、そこは一旦収めておけば、浜村さんの個人的意見、として済ますこともできる。たとえ事実であっても主役が堅くなに押し通してしまったら公共の番組として成立しなくなる。そういう意味で、人によりますが、一部の人間は年を取るとストップが効かず、思ったことをそのまま話してしまう人もいる。関係者はそこをフォローするなり、続けて、問題ないかを検討しながら番組制作に当たっていく必要があるでしょう。若い頃はテンポよく話しながらも状況を考えて言葉を選んでいたでしょうが、判断が鈍ってしまうのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。